ラチャーチンコの佐野千秋です。皆さん今日は揺れております。そう、いつものっていうかね、前回の皇居で使ったオズモ忘れました。なので手持ちで走っております。じゃあここはどこでしょう。ここはね、神宮外苑です。神宮外苑は1周 1.3 キロ、もうね、信号も何もない、もう1周ね、しっかり走れるところです。1キロのインターバルとかやるときにすごいちょうどいいなって思います。で、今日はここを1周するんですけど、ちょっとね、初めてのお絵かきランをやってみようと思ってまして、お絵かきでバナナの形をかたどってみようと思います。この神宮外苑がもともとこういうね、楕円だから、楕円に端っこに桁つければバナナになるかなと思ってるので、500過ぎたぐらいでちょっと先に行って桁を作りたいと思ってます。もうすぐ折り返しというか曲がるところです。で、この神宮外苑のめちゃめちゃいいところは、こうやって足元に 100m ごとに標識があります。あ、これだ、あれ、これか、これじゃないの。100m ごとに標識があって、もうね、400のインターバルとかもできるし、 1000m 走って300ジョグっていうインターバルもできる、すごいやりやすってなるところです。あ、でもやっぱ今のとこだな。あ、バナナのヘタ作るならさっきのとこだ。戻ります。結構変なところにできるけどね。そうで、ここも反時計回りで走ってます。で、基本的にその下の足元の標識も反時計回りで100、200、300、400ってあるので、ぜひ神宮に来たら走ってみてはいかがでしょうか。今日はね、バナナなのでヘタを作りにコースを出ます。じゃあヘタを作りに走ります。よいしょ。で、こっち行って、で、線路をね、渡るとヘタっぽくなる気がするから、こっち初めて来た。あ、あれだあれだ、線路を渡ってヘタの端っこ作ってます。今日はすっけすけのパーカーにアンダーマーのスポブラをつけて、ジンジャーのランパン、そして最近お気に入りのアシックスメタスピードスカイです。まあ、これはね、インスタグラムとかでも紹介してるので、今気になるって人はぜひ履いてみてください。あ、すごい、ここちゃんと走るようみたいになってる。線路を渡って神宮外苑で、あそこがいつもの神宮外苑のコースなので、そっちに戻ってスタートのとこまで戻れば、バナナの形が完成してると思います。こういうなんか大都会のど真ん中にこういうところがあるのってすごくいいなと思います。右手に国立競技場だよね、多分そうだよね。を右手に見て、オリンピックやんないかなって思いながら、今 800m を通過したので、あと 500m だ、頑張ろうってなるところですね。ここは人がね、多くなってきたので、一周的に終わってしまいますが、今日はゆれゆれで一緒にランニングしてる気分を味わっていただきました。今 900m。 今日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価
お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバイ。あと300